っちもだよね。画面映ってるか。あ、オッケー。じゃあ俺ちょっとさ、一回お手洗いっていい？これ多分ラストになると思うから。気合い入れのお手洗いね。ノリだ。でもなんと調整のおかげであと俺140なんだよね、実は。それ3人でチャンピオン取ったらめっちゃ美しくね。プラスの作品からな。あー、きついな。え、どこ所属のやつか。言い方悪い。ラルフさん今でもゲーム系の、ゲーム系の事務所じゃないじゃん。あー、さすがにね。さすがにね。プラニーでゲーム系いたらビビるわ。しかもシーズン終盤じゃなかったっけ。皆さん、これがうちの現状ですよ。まずい。これが現状ですよ、皆さん。まずい。これ負けるぞ。こうなると負けるぞ。これが現状です。これされると所属の方が強いぞ。狭い世界でやらせてもらってます。我々。本気でクラストですね、これは。本気や。だって俺だけの命じゃないからな。本気。そうよ。今ラルさんの命も。ナエタ君はまあプラニだからそんな命じゃないけど。プラニのことは軽く見てるな。いや、プラニをバカにするじゃないけど、ナエタ君のプラニはバカにするな。ナエタ君、V 最強の前にあれだけ一緒に練習したのに、もしかして V 最強終わったらやってないの？ないよ。そっち、あ、そっちが行くんだな、しかも。ないよ、もう。そっちが、みんなそっちが行っちゃうんだ。一人ぐらい味方おると思ってた僕が甘かった。ウーシンがマスター行くのにさ、演者行けんか。ねえ、演者がプラチナ。行きにくいんじゃないの、ちょっと。行きにくいな。なんか俺たちより上手くないとおかしいよな。うわ、そうだよ。マジか。もう全員が全員叩かれればいいのに。フォーカスモーターしろ、フォーカスモーターしろ。おのおのでめっちゃ叩かれればいいのに。言い返せないぐらいフォーカスしろ。数の暴力で勝とう、うん、勝とう。あ、なんかまだらっかしてる。まだらっかるって何ですか。まだらっかまだらっかまだらっかしてるって言ってたよ。まだらっかってそれ多分回線がラグいね。オタクのオタクの話しました今。天才すぎるな会話。喋りづらいな。喋りづらいって言って喋りづらい。社長に対して言う言葉か。うわ、お口答えを許さない社長陣ね。でマフマフさんが言ってました。おうわ、一番ひどい人いる。マフマフ。マジで怖い、はい。僕そういうのやめた方がいいよって言ったんだけど。おお。怖い。怖いね。